白い砂浜と透き通る海。中国人女性が自身が購入した島として sns に投稿した動画です。撮影されたのは、本島の北に位置する。伊是名島近くの無人島屋那覇島です。伊是名村によりますと、一昨年2月競売にかけられていた。屋那覇島のおよそ半分の土地を。 中国系の企業が取得したということです孫は島のおよそ26%の土地を所有していますが中国系企業が取得した土地はもともと民間企業が所有していて伊勢名孫は土地の売買に関与していませんしかし中国に土地を売るとはどういうことだどうなるか分かっているのか 村役場には、昨日から村が島を売ったと勘違いした人たちから抗議や誹謗中傷の電話などが相次いでいて村によりますと、これまでに数十件の問い合わせがあり中には職員に対して怒鳴り声を浴びせる人もいたということです村は、民間同士の売買であり村に直接関係がないことを理解してほしいとコメントしています